かな。こんばんは。あ、馬ね。こんばんは。YouTube 見た。嬉しい。ありがとうございます。今日は、ラーメンの動画を投稿しました。やっほー。見てくれましたでしょうか。Twitter なり、インスタなりで、間違えた。YouTube なり、インスタなりで、なんか鼻が言う、毛がついてた。そう、新潟競馬場のラーメン屋さんに行きました。コメントさせていただきました。ありがとう。コメントをさしてくれるの嬉しくてさ、いいねポチポチしてたのよ。そしたらさ、アンチコメントにも一瞬いいねしちゃってさ、あぶねってなったわ。で、競馬場でお仕事させていただいた時に、お仕事終わりに競馬場で動画撮って帰ったというか、動画撮らせてもらって食べて帰ったんだけど、そう、あのラーメンの動画は明日オンライン動画はメイクさんにメイクしてもらったのよ。だからいつもさ、自分の顔をさ、いつもすごい見てるわけよ、編集してるから。全然なんかメイクさんにメイクしてもらったのね、今回の動画だから。いつもよりなんか自分でメイクするのは結構ナチュラルなんだなーって。めちゃめちゃしっかりメイクでラーメンすすってたわ。ちなみに鬼クソ汗かいてます今回の動画20代女性がすごい一生懸命ラーメンをすする、汗をかきながらラーメンをすすってる姿を見たい方はぜひあゆ太郎チャンネル見てくださいいや、バカ暑かった。ちなみに、超暑かった。いいね、ありがとうすごい暑いね。しかも外で食べてたから暑くて、でも美味しかった。なんかああいうのいいよなみたいな、わかる？ああいうラーメンいいよなみたいな、なんかこう自分の体調とかもなんなら気になんかこう気にせず食べれる、ああいうのいいですね。こんばんは。立ち食い。ちなみにヘルペスじゃないわ、口内炎生活2日目まだいます。配信2日目だしはね、あっさり系のなんか醤油なんだけど、まあ、そんなに濃くない醤油、塩っぽい醤油なんだけど、ちょっと塩っ気のあるような口内炎が一番効くスープ、これ痛いねんね、これ。いや、あれ、いっちゃい染みましたね染みそうだよねそう、しかも出てくるのがめっちゃ早いのよ、立ち食い系のやつだから
もうすぐ出てくる。もうおばちゃんとかがネギとわかめとチャーシューポン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 、メンマポンって乗せてくれて、はいどうぞっつってくれるんだよね。食べてる時痛かった。あの、ね、それはでもね、今8月30日ですけれども、あの8月3日の話だから、ね、大丈夫。あの時はまだね、口内炎はできていなかったんだよね。まさかこんな未来が待っているとは私も知らず。本日も空のすっきり白ぶどう、これなんてね、マルチビタミンが入ってますんでね、ビタミンで撃退したいと思います。ちゃんとチョコラベビーも飲んでるし、薬もあるんだけど、塗り薬が一番効くの知ってるんだけど、場所が場所の時だけにね、あの寝る前しかね意味ないんだよね。やっぱ喋ってたらさ、どんどんもう落ちていくんだよね。あとちょっと口って動かしちゃったりするじゃないですか。そしたらもういなくなってんだよね。クースッキリ白ぶどうはマックでしか飲めないと思ってた。これね、あのあゆかをフォローしているからこの情報わかると思うんですけど、あのね、クーのすっきり白ぶどうは、あの何年か前のは定番化していたんだけど、ある日を境にね、マックでしか飲めなくなっちゃったんですよね。でもあの今年に入って、あのね、復活したんですよ、ペットボトルのクーのすっきり白ぶどうが。でもね、見かけないときはマジで見かけないから、結構買いだめしちゃうんですよね。ハッピーセットすればちいかわだね。ね、でもあの、私今口内炎で口内炎でハンバーガーなんか食べようもんなら、レタスとかがなんかあのここに刺さって、あの終わるんで、ハンバーガーをさ、ナイフとフォークで小さく切りながら食べることになっちゃうから、そんなのもしたくないなと思って。いや、そうマジ痛いよね。あと普通になんかこうエビフィレオとかでもさ、衣が刺さったら痛いんよなあのおばあちゃん人気が高いフィレオフィッシュも多分痛いと思う、と思ってます。なんだけどもね、何の話だっけ。そう、マックチーカオですよね。あの機械があれば欲しいけど、なんかまあシールだからそこまでモチベはないかな、ハッピーセットだしね。なんかハッピーセットをさ、なんかこう頼むのちょっと、なんていうの、ちょっと気が引けるんですよね。私子供のものじゃないかなと思って甥っ子がいるからなのか、あのさ、甥っ子がいるからなのか、甥っ子が何回も涙しているのを見てきてるのね。売り切れてたっつってだからなんかハッピーセット気が引ける。なんか自分だけ、なんか私大人じゃん、だから大人が買うのちょっと気が引けるんよな。子どもの笑顔を奪ってる気がしてそう、あのカービィやばかったよね。そう、カービィも甥っ子はね、あんまり変えたんだっけな、っていうのがある。個人的にね、別に他の大人の人がやってても何とも思わないよ、別に。だ個人的にこんばんはっていうのがある。っていうかさ、机が本当に汚いんだけど、どうしたらいい、ね、みんなってさ、いつ机きれいにしてるの。
物がとっ散らかってるんだけどさ、いつ片付けてる？一日の終わり？そのさ、別に自分の机じゃなくてもいいよ、仕事用でもいいよ、会社の机でもいいけどさ、なんていうの、とっ散らかってんの？どうしたらいいのこれ。今のだって見てよ、これもう一番意味わかんないこれ。 今私の目の前にはこうなって SD カードが置かれて、えみたいな。 いつ散らかるのかわからない、気づいたらはにゃみたいになってる。天一かのことね。32GB？ 何これ。 今入れようと思ってました。 そうでもさ、明日はさ、まあ、ここの机でオンライントーク会もするわけですし、綺麗な状態でやっぱりしたいわけですよね。どうしてんの、みんな。だから偉いでしょ、もっと褒めてよ。見つかってよかった。じゃあもう一個目つけるとすると、突然ここにマイクロ SD もあるよ。 これ何のマイクロ SD なの、ないんだもん。だって宝探ししてない、何入ってるか分からないんだよね。蓋付けるわ。なんでこれハマってんのか、これ。落ちちゃうじゃないか、こんなケース。何これ、ふりかけみたいになってる中で。横？お宝は出てこないでしょ、そんなそんな。 どうやって綺麗にしたか、足りないんだと思うんだよね、本当に。拡張したい机を。どうやって？広げたことある？もの多いかもね。私のお化粧ポーチはこのような感じです。工具があってくらい入ってます。モモンガもいます。モモンガとちーちゃんがいるで、工具があってくらい重い。もうこれももうどこにしまえばいいかわからない。キラキラ捕鯨船。じゃあ配信で綺麗にしていい？ねえ、配信で部屋綺麗にしたらいい、部屋っていうか机綺麗にしたらいいかな。ドレッサーみたいなのないです。何ですかドレッサーって。ドレッシングですか。あ、うたろう、ドレッサーも知らないの？はあ、何言ってんの、知ってるに決まってるじゃないですか。なんかメガネ探してると思ったらもう終わってない、これ。なんなのこれ。もう自分が嫌になる。もう何なの、意味わかんない。もういつ部屋の片付けしたらいいか、部屋じゃない、机の
机が汚ねえのよ。もうメガネ置きなんてあったっけ？ないですよそんなものは。え？なんか言う。メガネ置きなんてあった？え、そうなの？メガネだらしない。メガネケースいない、どっか行ったもん。何や？メガネケースって何？メガネ置きって何？ハテナがいっぱいだよ。何言ってんの？何を言ってるの？トレイかな、この金の。金のトレイのこと言ってんのかな。ここでいいや。いいんだよな、これ。でも、偉いから、片付けるね。で、なんか言う。もうジョイコンも刺すから。ほら。刺され、タコ。私さ、一応さ、ノイミーちゃんのオタクだからさ、使うと思ってさ、こういうの買ったのよ。モモンガの一旦入れるものがない。早くこの中欲しいんだけどね、一旦入れるものないんだよね。なんかチェキとか入れんのかな、写真入れんのかな、推しの。うん、チケットホルダーじゃないよ、ほらサイズ的に。なんかこれぐらいのさ、写真のやつだよ。そう、トレカとか、そう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 、そう、もう入れるものない。泣いちゃう。一旦ここに入れとくか。わあ、でも綺麗になってきてよ。このあとであれして、ゴミでしょ。えらい？もっと褒めて。もうね、ヘッドホンが問題なの。もう線が。いや、あのね、すごい引き出しにしまってる、すごい勢いで。
でかいバージョンで、しかもこれもさ、ここにいるんだよ、これ、ほらバランス感覚ゲームしてる。じゃあちょっとあれするわ。実はさ、昨日私のさ自作マウスパッドをさ、こうやって見せたじゃん。これ私自分で作ったんだけどさ、でかいのがいいね。まださ、変えれてなかったから今から変えるね。さようなら、ロジクールの黒いマウスパッド。あ、ヘッドホン落ちた。販売は決定してない今のところマウスパッドのおかげでさ、ちょっとどこに携帯が、使い心地が良さそう。めっちゃいい、イエーイ。え、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、これ下がれ。いいじゃん、まあ、全然問題ないけどな。いい感じ。え、めっちゃいい、嬉しい。ありがとうございます。うわ、マジでいいなこれ。ASMR ウォー。やっぱこうなると水色デバイスがいいな。いつか私はこのマウスの滑りで良さそう。いやー、欲しい。満足。え、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいよこれ。あ、いいね。芝居信じまされんのつら
マウスパッドに満足したし。ほな掃除はええか。ほなええか。いいね。いや、いい、いいなぁ。ウキウキ木曜日かも。金曜か。喜び。やっぱもうちょっと机広いと助かるなぁ。なんかね、デュアルモニターなの。2枚モニターがあって。で、2枚あるからさ、こう偏って作業するときとかもいっぱいあるのよね。左画面をすごい見ながら編集したりもするし、だからやっぱなんかそう偏ってたりとかすると、やっぱなんかこう幅が足りないなみたいな気持ちになることはある。3枚はいらないな。本当にいよいよサイバー感が出ちゃうよね。もうトリプルモニターこそあの机が足りないわ。足りないのよね。まあ、それこそ配信をしていなかったら私も1枚だったかもしれないけど、配信はさ、もう1枚がもう全部あのゲーム画面だから、あのもう1枚は欲しいのよね。配信のソフト見たりとか、配信ソフトとか、あのなんだっけ、あれとかね、コメント見たりとかね。でも3枚ではないけど、私これ持ってるから、ペンタブ、液タブ、これ持ってるのよ。こうやると指紋すごい、これを持ってるのよ。で別にこれでもいいしね。これってこの液タブってモニターにもなるんですよね。別に。モニターアームにしたら、はい、もうモニターアームにしてます。さてはあなた、私の YouTube 見てないですね。私の、 あのデスクトップツアー、もう第1回目のもう、あの初心者が編集したか丸出しのデュアルモニター、あのもうデスクトップツアー見ていただけてないということで寂しいですけれど。いや、机拡張したいな。でもしたらしたでさ、またあれよな、めんどくせえよな、片付けが。わーい、なんでも置けんじゃんって言ってウキウキしながらさ置くわけでしょ。変わってない、何にも。あ、マイクが変わったかな。マイクとスイッチの色が変わったぐらいかな。L 字欲しいって前から言ってた。確かに L 字ってさ、デメリットとかあるんですか？ L 字使ってる方います？どうなの？
の一族になったとしてデメリットはあるのかって話ですよ。なんで見送ったの？なんで L 字やめたの？高いよね、 L 字デスクって。そもそも最初に買おうとすると当たり前か、高いですよね。もうやだ、もう全部なんか私今さ、あの手元でさゴールドシップをこうはめてたんだけど、もうどんどんなんか落ちてくるんだけど、なんなのこれ。今のところデメリット感じたことがない。え、なんですって。部屋がどうしても狭くなっちゃう。なるほどね、確かにな、デメリットないのか。でもデュアルモニターの人ってマジでどうやってさ、なんかこう物事を仕事してんだろう。使い方が下手くそなのかな。あと足元にさパソコンがあって邪魔なんかどいてほしい、パソコンマジで邪魔。どかせばいいのでは。はい、何作ってんの。いや、もともと作ってたんだけど、なんかは外れちゃって、今片付けてたらで、尻尾も取れちゃって、こういうのね。いるよね、なんかさ動画でさデスクトップツアーの動画とか見るとさ、パソコン机の上に置いてる人、あれ邪魔じゃねえのあれさ邪魔じゃねえの、あれ。本使ってないじゃん机。使ってたらさ邪魔くせえやって思うけどな、本当に使ってる？あー、熱い、確かになんかほこり吸いそう。ファンがね、ファンだの、その電気があれだからね。確かにやっぱ映えで置いてんのか。おっきい机じゃないとね。私 IKEA の机使ってんだけど、なんか拡張できるやつないかな。ちょっと邪魔な机じゃなくてパソコン、その下がれないし、このっていうのがあるねえ。ソニーの PS5 値上げした、8万円とかでしょ、びっくりですよね。なんかスイッチ高いなって最初思ってたけど、スイッチ安いわってなったわまあ入ってるものとかがさいいのもわかるけれど、高いですよね。でもまあスイッチはね、画質がちょっと劣ってたりとかもするかもしれないけど、でもまあそれぐらいの値段で買えるっていうのはいいことだなとは思うね。まあ、円安の時代だから。まあでも別に、あ、ロード長いんだ。何が PS5？ PC 持ってない人が買うのはまあわかるけど、 PC 持ってたら別にそんな PS5 いらんよな。だって別に PS5 でできる遊べるゲームってもうパソコンでもそのゲームできるから。でもパソコン持ってなくて普通にゲームしたいみたいな人が買うのは別に全然いいと思う。共通してるの多いね。だって別にバイオハザードとかだってできるしさ、うん、ゲーミングのパソコン持ってたらいらんよね。
なんかデスクをさ変えたいなって思うんだけど、私やっぱりどうしてもいろんなことをさ常に考えてさ考えちゃうから、なんていうのデスク変え、なんか拡張したいなとか思っても、お腹空いたなと思ったらもうデスク拡張したいなって思ってること忘れちゃうんですよね。もうなんか終わってんなって感じなんだけど、だから結局何もねできないままね。そう、思考拡張されてんよな。うまい一本。じゃあ待って、あれ見せるわ。ほらもうまた話違うでしょ。じゃあってなんだよ。しかもまあ、いや見て、明日はオンライントーク会で浴衣を着るんですけど、ちょぴっと見せちゃいたいと思います。いきます。ピョン。一瞬過ぎた。そう、こんな感じ。かな。そう、なんか一人で着れる浴衣を見つけてね。チラーミー。こういうのをチラ見せ着ようと思ってますので、頑張って着る。でもなんかこう来た時に、昨日も言ったかもだけど、僕も着なきゃいけないの、持ってないよみたいな声もあったけど、もうそれは全然大丈夫。着てくれても嬉しいし、なくても全然 OK。 私がみんなに見てほしいだけだから。はい、そうなの。だからね、あのよかったらね来てくれたら嬉しいの。まだ結構あるから。絶対可愛い。本当、あの頑張って着る。どうしよう、頑張って着れなくて、しっちゃかめっちゃな、めっちゃかな、あよ太郎出てきたらどうする？許してくれる？許さねえよタコって感じだよね。わかる。頑張ります。かぐや姫に見えるかもね。あ、竹取りの大きなというものはリケリー。他所では女装してトーク会に参加してる人、あー経験はありますよ。経験はある。なんだっけな、それこそナース服で来てくれる人とか。経験ありますよ。かわいいよね。大喜びでトーク会してる私は。なんかそういう、それも楽しませてくれてるからさ、そうキャラキャラキャッキャしながらね楽しんでますよ。うん、嬉しい。
そうハロウィンとかねもうそういう経験ありますね。こんばんは。じゃあ今からコメントをいっぱい読みたいと思うのでコメントを一つ一つ、なんか悪口書いてるのかやばいだけど、このあのさ配信で、ね、配信じゃねえわ YouTube でさコメント来てたんです。目頭切開してますかっていうねコメントが来ててねしてないですって返信しましたなんか今ではなんか整形とかってさまあそのメジャーじゃないとか珍しくないじゃないですか。そうでも私がアイドル2年目とかの頃ってなんか逆に別に私はしたっていいと思ってる、その本人がしてければなんか。でもその時代ってなんか結構その整形が悪だみたいな時代もあったじゃないですか。でなんかその頃悪みたいな風潮があった時にあゆは人気者になったら売れっ子になったらあの目頭切開したって疑われるくらい大きい目だねってメイクさんに言われたのを今でも覚えててそれで別にそれでちょっとあのね私はその思い出があるからちょっとウキウキしてコメント返しました。してませんってそうウキウキして、それって人気の証拠ってこと？とか言ってで当時のあゆちゃんはメイクさんに喋っててなんかこんなバカな子供をお相手してくれたメイクさん感謝って感じなんだけど感じなんだけど、それをねそれがそう来てだからしてませんって返信したのを、いや今日1週間前くらいにコメント来てたのをなんか今気づいてさ、今日気づいてで今日してませんって返した、うん、でもなんかしたいコンプレックスしたいなっていうかコンプレックスだなって思うのはね、あちきはね顔がでかいことがコンプレックスですな。あとクマ、うん、がコンプレックスだけど、なんかさあのできる人っていうのは実行に移してる人はやっぱすごいなって思うわけよ。うん、だって痛いじゃん絶対。痛いじゃないですか絶対。絶対絶対痛いじゃん。てか痛いじゃん。痛いんですよ。なのにやっぱそういうリスクとか痛いこととかも受け入れてしてるってことはもうすごいよね。私はいやそうそうダウンタイムも大変とか言うじゃないですか。私はねやっぱりそのおっかない怖いなっていうのが勝っちゃうから、やっぱいくらコンプレックスを直したいと思ってもそのね勇気を踏み出せないと思いますね。いや怖い。でも首こりと肩こりが治るんだったらなんかしたいわ整形じゃないやん私はね一番困ってんのは首こりと肩こりですねこれが治るならちょっと痛みを我慢したっていいかもしれない。
判、わかる、大判だよ。トン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 、大判ですよ。これはママが、私いつもちなみに大判じゃないんですけど、ママがなんか2割引きだか3割引きだったって言ってすごいニコニコしながらね買ってくれたのよ。だから大判使ってます。だから私はエクスペリア大判です。そうなの。私シップ貼るのめっちゃ苦手でね、いつもなんかこう斜めとかいろんな形になってる。とにかくシワにならなかったらいいっていう気持ちで、貼ってますね。じゃあ今から話がぶっ飛びました。あのみんなのコメントを一つ一つ返していこうっていうあのことをするはずだったんだけど、遠回りをしてしまったようです。帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ。弱虫新しい世界へ今行きたい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 強くなりたい。はい、返していきたいと思います。はい、一つ一つ返していきたいと思います。じゃあ何かコメントをしていただけたらと思います。うん、白シャツ珍しいですね。これね、シャツはワンピースなんだ。長めのふくらはぎくらいまである。これ一枚で着れてね、楽なんですよ。まあでも明日はもっと珍しい浴衣を着るので、ぜひオンライン同好会に来てくださいね。はい、次。得意科目は何ですか？得意科目？国語。簡単なやつ。8月一番笑ったこと？8月一番笑ったこと？あるかな？あんだけど、何で笑ったか忘れちゃった。でもそれぐらいいっぱい笑ってます。いいことだね。でもね、結構なんだろう、配信とかトーク会でアホみたいに笑ってるけどね。やばい VTuber さんとは気が合うの誰でしょうか。一体全体誰なんでしょうか。誰ですか。知りません。台風で不安でしたが、台風どうなったの？どう？まだいます？なんかでも頭痛かったから今日、だからいるっていうのは分かってるんですけど、頭のあれで。でも交通機関が回復していてよかった。サンサンですよね。みんなも気をつけてね。では次。こんばんは。こんばんは。雨などがどこまで続くか、それはいつなんでしょうか。気象庁に聞いてみましょう。好きな色トップ3を教えてください。かしこまりました。1位水色、2位白、3、実は最近ちょっとだけ薄ピンクが好き。実はね、ちょっとだけ薄ピンク好き。あと薄黄色も好き。これが同率ぐらいです。春になったら黄色も着たいな、と思ってます。なんでおしさやかになった？あのピンクって、あの他にもなんかピンク好きですよみたいなメンバーがいっぱい多かったし、
まあ、顔がピンク顔じゃなかったんで、ピンク入れれなかったっすね、普通に。黒が漏れた。黒ね、なんか虫見てから黒嫌いなんだよね。もう名前も出したくない虫。そう、一番嫌いな虫がいて、その虫黒色なんだよね。黒色嫌いなんだよね最近。嫌なんです、黒。まあそうなのよね。アイドル時代は白黒多かったけど、今はいろんな色見れて嬉しい。そう、アイドル時代はなんか衣装でなんかカラフルな色とか着てたじゃないですか。だからそれの反動なのかなって勝手に思ってるね。あとちょっとだからさ、アイドルなんだけど、アイドルじゃない、ちょっとこう アイドルイコール可愛らしいものがさ多いじゃない。なんかちょっとそれに逆らいたかった、歯向かいたかった自分っていうのもいたのかもしれませんね。恥ずかしい出来事です。とか、なんかそういうのも責めますけどねみたいな。 あとはやっぱ年齢ももう26歳ですか。 ここ辞めてからだよね。辞めてからなんか今のうちにいろんな服着ておきたいなって思ったのが事の発端だと思います。最近何か歯向かいたいことはありますか？ああ、最近歯向かいたいことですか？ありますよ、私。結構こう反抗期なんで、危ない、更年期なんでって 言いかけちゃって。 やだやだやだ。 まだなりたくないです、まだ。やめてください。 歯向かいたいことは、なんか、なんだろうな、全然あるよ。雨の日はサンダル履きたくなるし 履きたくねえよ 歯向かいたいことは結構ある。なんでも何に歯向かいたかったかな最近は。ちょっと出てこないけどね。 余裕持って時間通りに出てよみたいな、よく姉ちゃんに言われるんですけど、あれが一番歯向かいたいですね。私はオンタイムにつけばいいと思ってるんで 5分前なのに「もう行くよ」とか言ってくるのやめてほしいです。だと5分もあんのに、あれが一番歯向かいたいですね。 雨の日は傘さしたくねえよな、わかる。でも私ママからマジで意味わかんないんだけど、安田ヨーグルトの傘もらったのね。 全部牛さんなの。 全部牛さんなの。カランカラン 牛2頭が全部プリントされてある。あとヨーグルトの傘を もらって、なんか、え、これいるの？って言われて、なんか傘何種類か選べて、じゃあこの安田ヨーグルトのもらうねって言ったら、え、それ刺すの？って言われて、いや買ったのママなんじゃないのかなと思ったんだけど、うん、これ刺したいって言ったら、なんかやめなよって言われて 恥ずかしいよって言われて それに歯向かって、私雨の日安田ヨーグルトのさ傘刺してんだよね。 なんか一見安田ヨーグルトって分かんないの、ただ牛の傘なの 牛が2頭寝そべってる傘なの 止められたんや、そう そうなの。でも 私はそう、やめなように
寒かって初めて言ったよ。別に言ってもよかったんだけど、なんか言う機会なかっただけですけど安田ヨーグルトの傘さしてますでも結構傘忘れてきちゃうのね。だからなくさないようにね、置いてきたら終わりだと思って結構傘ね置いてきちゃうんだよね。あるあるだと思うんですけど。はい、じゃあ話を変えてまたコメント拾っていきたいと思います。最近傘、いや、だいぶ経つよ、安田ヨーグルトの傘は刺してからね。病んでたりね、よく食べ物屋さんとかに置いてきちゃいますね。美容院とか何かちょっとずっと手に持ってたらいいんだけどね。こんばんは。はい、こんばんは。ラーメン屋には10本忘れた。ラーメン屋はあんま忘れないですね。さっき何の話題があったっけな。なんていうの、いっぱい同じコメントしてくれたら流れちゃったら申し訳ないから。もうすぐ月見が始まる。バーガーは食べたい。ベストオブ月見バーガーを食べる回したいな。それ配信でしたい。今日は何々バーガー、どこどこの月見バーガー買ってきたよ。今日はどこどこの月見バーガー買ってきたよっつってアニメちいかわのモモンガ回見ましたか？アニメはねちゃんと全部見ていて、漫画もちゃんと見てる。でも発狂したらキモいなと思って静かに見てます。いつもSNS で反応したらキモいなと思って更新日がすごい楽しみでね。まあちゃんとね好きですよ。みんなが知らない、みんなが思ってないほど、思ってるより私ちいかわのこと好きだよ。何でもつぶやいて。そうなの、つぶやいていいの？やってみたい新作ゲーム。なんか田んぼじゃねえわ畑耕すやつやりたい。なんてゲームか忘れたけど、なんか動物になって畑耕すやつやりたいね。飛ばされた台風どこにありました？ウマ娘のゲーム出た。ウマ娘のゲームはウマ娘でいいんじゃないですか、なんか野菜とか植えるゲームがねありました。なんか牧場系なのかな。それをなんかどっかで見て SNS で見ていいなって思った。飛ばされたコメント読んで、飛ばしてないけどね。そんな怒らないでよ。どこケンタッキー行けてないんだよね、コーナーのせいでファーマー系、あ、そうかも、ファームね。格闘技ゲームは今んところやる予定はないです、今のところ。コメントは間引かれることある？そうなの？どこにもなかったよ。いっぱいコメントしてください。いっぱいコメントしてくれたら絶対読めるから、ごめんね。
んないっぱいコメントしてなんかコメント読むねって言ったらなんかコメントが減ってしまって、私はどうしたらいいの？なんかコメント読む回読むねって言う前の方がいっぱいコメントあったのに、見てこの間引かれてるんですか、これ何にもなくなっちゃったよ。こう揺れてる人はいっぱいいるのにな。適当にコメントしてくれたらいいのに。未来のレモンサワー飲みました。なんだそれ、お酒を全く飲んでない。最近配信見れてなかったからこれから溜まってる。嬉しい。 YouTube も見て明日仕事台風で休み。そういう人いっぱいいますよね。スプラアップでスプラしてないんですよ。したかったんだけどバタバタで。一瞬の花火聞きましたが聞いたよ。ミュージックビデオも見たよ。なんかプール潜ってましたちゃんと見てる。ダンスシーンが少なかった。ちゃんと見てるでしょ。ほらレイニャーがあれに乗ってた、スケートしてた、スケボーしてた。ほらねダンスシーンあんま撮ってない。そうなんだ。なんかダンス独特だったよね。なんか面白かった。ちゃんと見てるよ。日向祭り出たい。ちゃんと見てる。また茶道って感じじゃない、茶道あれなんかあゆ太郎あるある、なんかちょっと海辺の NGT あるあるか。ちょっと見晴らしのいい海とかだったらなんか全部佐渡に見える柏崎なんだ。柏崎っぽいね。確かにあゆちゃんのテレビ出演番組見てました。なんだろう、嬉しい、ありがとう。柏崎なんだ。あーだからか、なるほどね。恋はまるで遠い浜辺だよね。あゆ太郎ニュース、あゆ太郎ニュースあゆ太郎ニュースはみんなから募集してねいただくものであって、みんなからねこういうのがありましたっていうでものであって、なんか最近皆さんからのあゆ太郎ニュース聞かないですね。あゆカメラの新たな作品、あー忘れてた忘れてた忘れてた。するね、言って、うん、忘れてた忘れてた。あ、この中にも確かあんだわ。タロティアン今コメント読んでる、みんなの。忘れた忘れた。そう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 。投稿します。でも最近インスタ頑張ってると思わないです、あゆ太郎ヌ。どうですかねコメント読まれると嬉しい。そうでしょ、思う？そう、最近インスタ頑張ってる。ラーメンもそうだけど、ラーメンもそうですけれども、それだけじゃなくてね、結構いろんなの投稿インスタに限らず頑張ってると思います。そういう声が一番嬉しい
声でっかそういうのすっごい嬉しいよ、あゆちゃん。もうだからそう言ってもらえるとね、モチベが上がりますから。写真集見た？ありがとう。ラジオ風やりたいね。いつやる？いつ暇？みんな。したいしな。いつ暇？遠い花火。あ、DMM にレビューね、嬉しい。レビューをさ書いてくれるの。食べてるのと何色以外の写真を渡すコーナーは何なんだろう。あゆ太郎って NGT のコンサートで好きなのある？あのね、ときめっせのコンサートが一番好きです。楽しかったから。全部楽しかった。ファーストのコンサートはあまり楽しくなかった。出番がなかったから。恋はまるで遠い花火なななななな、ねえ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 みたいな。何ですか？そう。でも夏やり残してるのは、水着を買ったんですけど着れてないっていうのがなんかやり残してることで、プールとか行きたいなって思うんだけど、マジで腰が上がらないんですよ。さ疲れるじゃん。さプールってさすごい疲れるじゃないですか。体力減るじゃないですか。夏終わるで、まあまあ9月も暑いからね。いやそう水着買ったんだけど、そうなの、水の中疲れるよね。だから行きたいんだけど、誘う時期がもう過ぎちゃったから、どうしようかなって感じ。誰と行けばいいんでしょうかっつって、誰か行ってくれませんでしょうかっつって、なんか萌えちゃんぴー忙しいんだもん。だってこんばんは久しぶりだね。ゆかちゃんはもう言ってたもんだって。のえちゃんぴ忙しいんだもん。ゆかちゃんは絶対いいよって言ってくれるけど、私のなんかこうポリシー的に日向は舞台で忙しいでしょ。アンジュも忙しいでしょ。こうやってねブツ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 考えたらね、もういい、わ夏が終わってました。マジでやだ。もう爪かわいいよね。モモネイルです。
あちきもあちきでそんな暇じゃない。ちなみにやることがいっぱいある。でなんか水滴がついてんの、わかる？これがついてるんですね。何回かこうやって拭きました。あんま水かと思ったらネイルだったみたいな。かわいい。しゃねえな、俺と行くか。いや恥ずかしい。ゆかちゃんの評判、あのなんかぶっ飛んだ YouTube ですか？一回あの初回の動画だけ見てよ。ゆかちゃんのやつ、すんごい尖ったチャンネル名だなと思って。そう。でも私はゆかちゃんは大好きだよ。すっごいすっごい大好き。だから悪い人は悪いこと言う人もいないでほしい。それぐらい仲良しのいい友達なんだ。だから何て言うの？ゆかちゃんは好きにしたらいいけどさ、ゆかちゃん自分のことも大事にしてねって感じ。私はね、そういうエンタメとかそういうのなんだと思うんだけどね、って感じ。でも内容はなんかすごいちゃんとしてて全部見た。懐かしいなと、ゆかちゃん握手会のレーンでいろいろたくさん貼ってたなと思って、難しいなと思って、それに刺激受けて私もいろいろなんか iPad に写真写したりとか、なんかスケッチブックに何か書いたりとか、そういうのしてたなって、すごい懐かしい気持ちになったね。エモい。思い出して泣きそう。なんで。こんばんは、こんばんは。懐かしいよね、わかる。懐かしい。でも今も楽しいよ。あとラーメンの動画もまだいくつか編集していないのもあるし、まあ、ちょこちょこ更新していくんですけどね、投稿して更新していくんですけど、あとは最近デジタル写真集が出たので、それの動画も編集しなきゃなって感じ。編集できんのかな、なんかありすぎて動画がなんか簡単な動画とかにもなっちゃう気がするんだけど、応援しがいある？最近のあゆちゃんどう？つまんなくないですか？みんながつまんないとか思っちゃうはないか、すごい心配なんだよね。それめっちゃ見たい。じゃあ逆に温めとこっかな、更新しないで。とんでもない意地悪の仕方。でもそしたら待ってることになるから、まあ、離れてはいかなくなりそうですよね。温めてた方が、だってまだ見てないでしょみたいな。見ないで去っていいのみたいな。感じの。逆にね、逆だよ、冗談じゃないですか。
やめてくださいよ。うん。はい、冗談ですよ。だから、いやそう、つまんなくないですか？大丈夫？応援しがいある？本当に？本当に？ワクワク止まらない？じーっとできない、止まらない、なんちゃらかんちゃら。してるやんだから。出てない？本当？大丈夫？いなくならないでね。ワクワクキュンドキドキドキですやん。私のなんかの、なんかのグラビアのタイトルやめて。はじめましてかっこ嘘、こんばんは。面白い上に可愛い？あ、そうか。まあそうか。ね、みんなも面白くなくちゃ困るよ。やっぱりそれは切磋琢磨していかないと。みんなもね、ちゃんと。面白い男、面白い女っていう人間じゃないと、やっぱそれもやっぱもったいないのかなって思うんで。そうですね。いや全然全然違いますよ。やっぱ楽しく配信するにはみんなの力も必要だからね。配信だの、なんだの、なんだの、ずっとカチャカチャ押しちゃってる、うるせえこれ。 ASMR 動画しようかな。は？音だよねこれ。もう2つキーボードあってさ、昔はこの音が好きだったんだけど、このカチっていう、爪長いと押しづらくない？いや、だって爪で押さないじゃん。そういうことじゃないか。別に平気だね。キーボード逆さにしたら、いや私キーボードは綺麗にしてる、ほら綺麗だもん。ASMR 動画出して自分の YouTube チャンネルぐちゃぐちゃにしよう。これ最近ぐちゃぐちゃだよなマジで。ショート開けばラーメンだし、動画見たらなんか何が何だか分かんねえし。いいね、ありだね。ち瞑想してんだろうなみたいな。この音好き。なんかこっちの音配信でうるさいかなと思って。この音なんかアーカイブ聞いた時にうるさいなって思ったんだよね。ゲームしてる時にね。本当？結構マウスもガシャガシャやっちゃうからさ。
もう12時半じゃん。ちょっと口内炎できてる頃さ。なんでさ、ショールームだとかなんかグロくないのこれ。肉眼で見たらすっごいグロいんだよ。なのに何を見せてんだって。日記に写真撮って載せようかな、これサブスクの日記に。これですとか言って閲覧注意とか言って、こちらみたいな。え、これおしゃれ魔女ラブ&ベリーだよ。見せたい。痛いんだもん、分かってほしい。痛いの。痛いっていう事実を分かってほしいの。先週の画像が含まれてます。何してんですかね。こんなこともさ、許してくれてありがとうね。許されてないのかもしれないけどさ。じゃあ今日の配信もこの辺にして、明日はオンライントーク会があるので、まだ枠がね大余りしてます。大余裕ありますのでぜひ来てください。じゃあランキング発表します。13位ひねひねさん、12位めぐねえさん、11位タスクさん、10位オーシスさん、9位おたけさん、8位エムデンさん、7位ペンペンさん、6位ケイさん、5位ライルタルさん、4位ヨシキさん、3位 A ちゃん、2位、2位ハムちゃん、1位部長さんでした。ありがとう。アリが10匹、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 アリが10。はい、ありがとうございました。またね。おやすみが10